まずはドラゴンズの先発福谷が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握していい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。これが4球目、引っ張った、これはファーストライナー。バッターは2番に入っている近藤。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。低め、3球目は何で来るか、ボールになります。落ちる球できました。力のあるストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。フルカウントです。アウト、ツーアウト、クリーンナップが登場します。バッター太田、ツーアウトランナーありません。ファウルになります。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど、打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。この回ファイ